星です。今回はですね、現実逃避はガンガンしていいっていう話をねしますね。よく現実逃避っていうと、そんなことしちゃいけませんよっていう風にね言われてきた人が多いと思うんですよ。例えば映画を見て現実逃避する、アニメを見て現実逃避する、旅行をして現実逃避をするとかね、いろんな現実逃避のやり方ってあると思うんですけど、でも基本的にはダメなこととして使われますよね、現実逃避っていうのは。でも私はねガンガンやっていいと思ってるんですね。でなぜかっていうと、現実から逃避するっていうのは一番のやっぱりストレス解消法なわけですよ。もう現実逃避したいほど現実が嫌なわけじゃないですか。だったらそこから一旦離れるっていうのは自分のメンタルを守る上では、ね、非常に大事な行為だと思うんですね。まあ、ただ皆さんがやっぱり心配になるのは、現実逃避ばっかりやってると現実に戻れないんじゃないかとか、どんどんダメになっていっちゃうんじゃないかとかね、そういう風に考える人が多いと思うんですけど、でもそこはね心配しなくて大丈夫なんですよ。でこれなぜかっていうと、ニートとか引きこもりの方っていらっしゃるじゃないですか。であれね、才能なんですよね、才能で。実際に自分がやってみようと思って1年とか2年続けられる人がいるかって話なんですよね。ニートとか引きこもりじゃなくても何でもいいんですよ。ダイエットでもいいし、なんか資格を取ろうとかね、何でもいいんですけど、実際にじゃあ1年以内に何キロ痩せるとか、1年以内にこの資格を取るって決めてね、やれる人が何人いるかって話なんですよね。多分ね 5% もいないわけですよ、数字で言うと。 5% もいないってなったら、これねニートとか引きこもりだったらもうちょっと割合は上がるかもしれないんですけど、まあ、10% とか 20% とか上がるかもしれないけど、でも大して変わんないわけですよ。みんなねできないから、みんな例えばさニートを一生続けようと思ってもねできないですよやっぱり。でこのニートとか引きこもりなんでできないかっていうと、皆さんがやっぱり想像するのはね、その親からの支援が受け入れないんじゃないかとか、ね、お金の問題って考えるんですけど、実はそこじゃなくて、やっぱりねみんなプライド高いんで、基本的にプライド高いから、そのニートとか引きこもりの自分が許せなくなってくるんですね。こんなんじゃダメだとか、社会貢献しなきゃダメだとかね、そういう風にやっぱ刷り込まれて、ね、育てられてきてるんで。で別にニートとか引きこもりなんて別にいいわけですよ。なんならその親のすねをかじってとか、その生活保護を受け取ってね一生暮らしていったってね、まあ、最悪別に考え方によってはね別に誰にも迷惑かけてないわけですよ。でそれをやればいいのにやらないっていうのはやっぱりプライドを持ってるんですよ皆さん。でそのプライドってのはもちろんいいプライドなので持ってていいかなと思うんですけど、ただねちょっと余談ですけど、時々そのプライドが悪い方向に働いてね、例えばそのうつ病とか精神疾患を抱えてるのに、生活が苦しいのに生活保護を申請しちゃダメなんだって思って申請しない方とかもいるので、まあ、そういうプライドは捨てた方がいいんですけど、でもその現実から逃避するって話になった時に、いやこんな現実逃避ばっかりしてたらダメだと思ってね、すぐ辛いのに現実に戻って頑張ろうとするみたいなね、それはねしなくていいんじゃないかなと思うわけですよ。でさっきも言ったようにですね、現実逃避 し続けるっていうのはねそんな簡単なことじゃないので、例えば今すごい会社もうめんどくせえとか仕事めんどくせえみたいな思ってる人が、じゃあもう今日から俺は引きこもりになるって言って、100人引きこもりになるって言っていきなりね、で1年経ちましたってなった時にまだ引きこもり続けてる人って、ね、多分本当に10人もいないと思うんですよね。だから本当にやりたいことやっていいと思うんですよ。やりたいことやってもなんか最終的には結構普通にというかね、あるべき形に収まる人が多いので、なんか本当にぶっ飛んだ人ってのは本当に滅多にいないんですよ、残念ながらね。良くも悪くもなんですけど、なので本当にその現実逃避っていうのは、まあ、私はガンガンやっていいですよってことはね本当に強めに言いますね。でこれはうつ病の人だろうか、うつ病じゃなかろうが、病気だろう病気じゃなかろうも何でもいいんですけど、現実逃避というのはガンガンやっていい派の人間です私はね。なのでその現実逃避したいけどなんか本当にしていいのかなって悩んでる人に対してね、ちょっと背中を押せるといいかなと思ってこの動画を撮りました。今回はこんな感じでありがとうございました。